わぴょーどうも、ひなぴよです。いや忘れてた、どう最近もうわぴよーが染みつきすぎて、もう最近どうもどう最近も言えなかったよ、クソ。じゃあ蛇の続きじゃない、間違えた、蛇の、もう間違えすぎなんだよな、いろいろと蛇の命続きやりますよ。前回は、まあ刑事との直接対決ってことで、そのミミズとオカミがどういう理由で死んだのかっていうのをこういろいろ推理した結果、まあミミズが自爆死、オカミさんを殺したのはでもミミズの死体で殺したのではないかみたいな話になって、じゃあこれは誰がやったんだろうな、警察側だろうみたいな推理のところで終わったんだったね、確かね、私がねゲームの中ではそういう風に進んでないけど、私がそういう風に推理して終わったような気がします。ってことでじゃあやりましょう。推理に戻るよ。事件の全貌をまとめると、ミミズがオカミさんの包丁に対抗するために電磁ドリルを売店から奪い取り装備、鉄格子をくぐろうとしたところでドリルが鉄格子に引っかかり感電死。アホすぎるなこれでもさ、めちゃめちゃわかりやすいねこのイラストね。その衝撃の事故を目の前で見たオカミさんは気絶、そして第三者が気絶したオカミさんの首にミミズを巻き、ドリルごと天井に突き刺し自殺を偽装。これが今回の事件の真相だよ。もう無能の刑事、もう終わりでは。結局今回もヘビ探偵が事件を解いちゃったよ。毎回ヘビに推理で負けて本当に無敗の刑事なのかしらね。無敗の刑事だからこそだ。無敗の刑事たるもの、蛇ごとき下等生物相手に本気を出さないと言ったであろう。殺人事件なら本気出すとも言ってたじゃないの。そう、確かに言ってた。論破されとる。はい、論破今まで頼りにしてきたけど、無敗の刑事の称号もそろそろ剥奪かしらね。もうだってさ、何回も蛇に負けてる以上さ、もうとっくに無敗の刑事じゃなくなってるよね。結構連敗の刑事じゃない？無敗の刑事から連敗の刑事に改名するべきだよちょっともう未来予知しちゃったよ。まだ推理は終わってないだろう。肝心な真犯人が見つかってないのだからな。今回の事件の真犯人、一番怪しいのはやっぱり警察側なんじゃないですか。そうだよ、警察が怪しいよ。妙なタイミングで遺書が出てきたり、押収品の凶器が盗まれてたり。凶器の超電磁ドリルが盗まれてる以上、警察側に今回の犯行は不可能だろう。電磁ドリル紛失の件について思い当たる点は、電磁ドリルを実は持っていたはず、電磁ドリルが行方不明だったこと自体が矛盾。思い出す。え？行方不明だったこと自体が矛盾してるのか、もしかして。矛盾だと？金庫から勝手に盗まれていたのに矛盾もクソもないだろ。警察なのに盗まれるのはおかしい。取り戻さないのがおかしい。こっちだろ。取り戻さないのがおかしいよ。取り戻すって、どこに電磁ドリルが盗まれたかなど知る由もないだろ。どこに超電磁ドリルがあるか知る方法は？これは警察犬で探せるでしょ。そうだよ。危険物を嗅ぎ分ける警察犬なら、電磁ドリル程度すぐ見つけられる案件だよ。全部論破されとる。そうなると警察側にとっては売店に電磁ドリルがあることを本当は知っていたはずだね。警察犬のことを忘れていただけだ。知ってたならとっくに超電磁ドリルを押収しとるわ。なぜ警察は売店から電磁ドリルをすぐに押収しなかったのか不可解だよ。それじゃあ逆に考えて、実際に売店から超電磁ドリルを押収したのは誰だったか。売店から超電磁ドリルを押収したのはミミズだよね。そうだよ。ミミズがオカミさんの包丁に対抗するため、売店からドリルを押収したって話だよ。そういえば、被害者のミミズが売店に電磁ドリルがあることを知ってた謎、まだ解明されてなかったわね。ミミズがなぜ旅館の売店に超電磁ドリルがあることを知っていたのか。ミミズの予知能力、ミミズの勘、物流調査第三者の入れ知恵、まあこれでしょうね。でミミズに売店に超電磁ドリルがあることを教えた第三者とは、これが警察の誰かでしょう。
警察犬を使って、あ、ここにあるんだな、じゃあミミズくん、今実は超電磁ドリルがここにあるのだよ、みたいなね。そうだよ、電磁ドリルが売店にあることを知ってるはずの警察から吹き込まれた可能性が高いよ。そんな裏情報、ミミズなんかに教えてどうする。ドリルを取り戻すため、おかみを殺害させるため、こっちでしょうね。そうだよ、ミミズはおかみさんに殺意があったから、狂気情報を流せば殺し合いに誘導できるよ。もうさ、みんなヘビたちみんなさ、もう探偵くんの言葉にさ、もうみんなそうだよそうだよって賛同してくれるからさ、もうありがとうございますね。味方がいっぱいいるわ。まだだ、そんなの可能性の話に過ぎんだろう。刑事が怪しくなったところであなたのターンですと。じゃあ予習しましょう。 OK、 レベルアップ。推理に戻るよ。その刑事さんが怪しいのは今回の件だけじゃないよ。この旅館で過去にも監禁騒動が起きた件、毎回この刑事さんたちがいる時だからね。もうおかみさんが死んじゃってるから暴露するけど、この旅館での監禁騒動はもう5回ほど起こってるんだよ。5回？もうこれは意図的に起こってるというか、まあねえ、だって旅館側でそんな何回も何回も騒動を起こすわけないし、ってなったらやっぱりその刑事たちが監禁騒動を意図的に起こしてるとしか考えられないんだけどね。5回も呪いの限度超えてるよ。毎回刑事さんの滞在中にどう考えても怪しいわね。滞在中といっても国からの捜査令状が出てるからだ。凶悪犯のいるタイミングで事件が起こるのは当たり前のことだろう。その捜査令状が偽物の可能性もあるよ。本物の捜査令状で間違いない、旅館側も承知のはずだ。過去の件で署に問い合わせたこともあるけど、本物の捜査令状なのよね。捜査令状が本物だろうと、事件の原因を作ってるのはその刑事に違いないよ。だったら動機は何だね。我々に事件を起こす動機などないだろう。動機か。ちょっと飲み物飲むね。飲み物飲みながら考えるわ。今さ、飲みながら思ったんだけどさ、事件を起こす動機はないかもしれないけどさ、事件を起こすこと自体が動機とかなんじゃないの？自作自演だったらさ、推理して犯人をちゃんと当てる必要もないわけじゃん。だって犯人が本来いないかもしれない事件とか、誘導して事件を起こさせたとしたら、その人が犯人だって決まってるし。ねえ。ちゅうことは、意義ありじゃないのかい？動機があるだと？刑事に事件を起こす動機があるなら、証拠で示してもらおうではないか。これだ！これでしょ！無敗の刑事の称号。よっしゃ！無敗の刑事の称号？そうね。自分の手柄のために自分で事件を起こすマッチポンプ方式なら動機として考えられるわ。自分が犯人で自分で犯人を見つけてしまったら自分が逮捕されるだけではないか。だから間違った推理で身代わりを作り出して5人逮捕してるんだよ。お前らも知ってるだろ。事件を起こしたのは我々警察ではない。現にヘビを殺した犯人は金に目がくらんだハンターとムカデではないか。ヘビが殺された事件、元凶になった情報はこれでしょう。土の子の手配書。そうだよ、土の子の手配書だよ。100万ゴールドの賞金に加え、不死身説、ヘビ界隈最強説も流せば金に、あ、もう喋れなくなってきました。金に目がくらんだ連中が全力で狩りに来るから事件を誘発させる仕組みなんだよ。問題はそのツチノコ情報の発信源が誰からかって話ね。その件は前回答えが出ただろう。ムカデがどこからツチノコ情報を入手したのか言ってみろ。思い出す。先日アリバイを共有していたハンターとムカデがビジネスの話をしてたよ。あ、これはハンターから聞いたのか。そうね。うちのシェフを殺したムカデはツチノコビジネス情報をハンターから仕入れたのよね。つまり情報源はハンター。警察には関係ない案件だ。あれ？
いや、初日に持ち物検査をしてるはずなんだよ。そこでそれが出てきたって話がなくて、ずっと刑事がそこで刑事たちに、なんだこれはみたいなことを言われてないっていうことは、もともと持ち込んでたものじゃないってことでしょ。初日のその持ち物検査で何かしら引っかかるんじゃないの、その手配書持ってたら。ん？意義ありにしとくか。はい。そうだよ、まだハンター自身がどこから土の補助法上ちょちょちょそうだよ、まだハンター自身がどこから土の子情報を入手したかが特定できてないよ。それこそその持ち物検査の時とかにやったんじゃないの、そのこんな情報があるんですけどどうですかあなたもみたいな。旅館に来る前からだろ、ハンターが土の子をハントするために土の子が出ると噂の旅館にやってきたまで、ごく普通のことではないか。いや、あれ？プライベートで来てるみたいなこと言ってた気がするんだけどな。ちょっと一回、一応思い出していい？100万ゴールドの賞金に加え、不死身説、蛇最強説も流せば、羽に目がくらんだ連中が全力で狩りに来るから事件を誘発できる仕組み。プライベートで温泉入りに来ただけだ。武器など持ち込んどらんよ。そうだよね。6号室のムカデは個別に持ち物検査、7号室のハンターも念のため持ち物検査だと。ほら、意義ありじゃない。父のご飯と目的で旅館に来たことに対し矛盾する証拠データを証拠証証証提示してね。これムカデとハンターの持ち物検査。持ち物検査。そういえばハンターとムカデの持ち物検査を実施して、ムカデの荷物からバールが発見されたとか。今はハンターの話だろ。ムカデの話だと関係ないではないか。いや、ハンターがおかしいんですよ。そうだよ、逆に考えればハンターからは何も発見されてないってことだよね。ハンターからは凶器が発見されてない以上どうでもいい話だろ。ハンターは凶器を持っていないこと自体おかしい。もうこっちです。凶器がないからおかしいだと？この旅館に凶器の持ち込みを強要する規約でもあるのかね。そんな規約あるわけないでしょ。だけど考えてみれば、ツチノコは不死身説もあるほどの蛇界最強の蛇だよ。あ、ポイズンスネークだった。ハンターの目的が土の子狩りなら、武装準備せずに旅館に来てるのは絶対おかしいよ。武器を持ってきてないとは言ってない。あくまで発見はされてないって話だ。ハンターが武器を隠していた可能性も考えられるだろう。隠しても警察犬に発見されるだけだよ。その時点での警察犬は鼻が詰まっていたのだよ。見つけ損なった可能性もある。ハンターが武器を持ってきていない証拠他にもあったはず。いやー、これ思い出すんじゃなくて普通に証拠提示したいな。持ち物検査以外にハンターが武器を持参してない証拠を提示してね。これじゃね？ハンターがヘビ殺害に使用した旅館の備品。旅館の備品をわざわざ使う必要がないでしょ。包丁？そうだよ、ハンターは犯行時も旅館台所の包丁を使用してる。つまり本当に武器を持参してこなかったんだよ。ハンターが本気で土の子を狩る気ならもっと武装準備してるはずだよ。これはつまりハンターは土の子情報を旅館に来てから知った。つまり？だったらハンターは誰から土の子情報を入手したというのかね。完全にその持ち物検査の時間でしょ。土の子から聞いたってバカでしょ。刑事、それは無理な話だ。いつ我々がハンターに情報を流す暇があるのかね。我々が到着してからその夜明けにはハンターが木の扉を設置していたのだぞ。警察が来てから木の扉が設置されるまで、刑事とハンターの接触機会を示す証拠のデータはこれです。ハンターとムカデの持ち物検査。そうだよ。ハンターへの所持品検査のタイミングで、ツチノコ情報を吹き込むことが可能だよ。可能だよ。やっぱり刑事が怪しいよ。事件を増やすためにツチノコ情報を吹き込んだんだよ。ブラックドクター黙っちゃったよ。あ、刑事も黙っちゃったよ。まだだ。土の子情報を流したのは我々ではない。
理由だって二つもあるのだよ。しぶとい刑事だな。その蛇の推理は警察とハンターの接触時間がわずかにあったことを証明したに過ぎない。逆に考えれば他の客や旅館側の方がハンターとの接触機会が圧倒的に多いだろう。それを言い出されたらキリがないな。そしてもう一つの理由、この100万ゴールドのツチノコ情報。こんな漫画の切り抜きのような手配書、子供でも信じられるようなものではない。まあそれはね、うすうす思っていたけれどもね。だってウォンテッド100万ドルみたいなさそれしか書いてないもん。長い時間かけて説得すれば信じ込ませることも可能だが、接触時間の短い我々には不可能な話だ。確かにこんな雑なツチノコ情報を短時間で信じ込ませるのは無理そうだよ。なぜハンターはツチノコのデマ情報を鵜呑みにしたのか。情報源が旅館だった、情報源が警察だった、情報源がユーマ研究者だったこれは違うでしょうね。警察だったからでしょう。情報源が警察？そうか、警察からの懸賞金付き手配書。警察からの手配書情報ならそれはもう公式と同じことだよ。つまりハンターにツチノコ情報を信じ込ませられる人物は警察に絞られるってわけだね。飲み物飲みます。これじゃあ余計な証言の追加で自分の犯行を証明しちゃってるようなものね。自分の打足証言に足を引っ張られて犯行の足取りがついちゃったパターンだよ。うまいこと言うなー。てかうまいこと言った時のこの蛇の正面顔結構好きなんだよ。くそ、上げ足ばっか取りやがって。おい助手、この役立たずが。顔が怖いね。どうした、もう追い詰められてるね。どうですか刑事さん、今の気持ちは。プクスクスお前のせいで蛇ごときに負けてしまうではないか。何よ、自分が負けたくせに八つ当たり。勝てば自分の手柄、負ければ助手の責任。最低な上司の鏡だよ。今まで積み上げていた無敗の記録、蛇ごときに崩される気持ちがわかるか。過去が無敗だろうと、所詮は井の中の蛙。あんたが蛇に負けてるのは事実よ。まだ負けとらん。こんな茶番推理、お前らの勝手な解釈に過ぎんからな。勝手な解釈はあんたでしょ。だったら数字で証明してみろ。数字は嘘をつかないからな。わかりました。私はね、ずーっと気になってることがありますよ。これいけるんじゃない、今なら。異議を発動しました。異議だよ、ついに数字に対して異議を唱えたよ。数字が嘘をつくだと。今までの数字はどれも正しかったろう。数字が嘘をついている証拠でもあるのか。ありますね。いや、思い出すってする必要もないんですけど、私が思ってる数字の嘘はこの刑事の無敗伝説です。だって何回も負けてるじゃんちょっと一応思い出ししますね。探偵とは言っても所詮は蛇、この無敗の刑事の場合ではでも足も出なかったようだな。この無敗の刑事に恐れを出してな。この無敗の刑事がむずもうダメ押しで3回も言ってきたよ。すぐに解決してご覧に入れよう。はい、4回だ。無敗の刑事だからこそだ。はい。そうでしょうね。はい、これです。無敗の刑事の称号。そうだよ。何回も負けてるはずなのに無敗を名乗り続ける経歴詐称の数々。何度負け数を足し算しても永遠にゼロの無敗の刑事という称号こそが数字の嘘そのものなんだよ。確かに無敗の称号は事実だ。これまでいくつもの事件を解決した証だろう。その自己満のための無敗の称号が被害者を生み、加害者を生み、冤罪も生み続けているんだよ。数字に嘘をつき続けて生み出されたエゴモンスターこそ無敗の刑事なんだよ。ヘビ風情が調子に乗りよって。刑事を追い詰めるまであと一歩のところであなたのターンになりました。行動を選択してね。さあ、時間はもうちょっとあるね。もうちょっとやろうか。じゃあね、まあ余裕ぶっこいて、まあ一応セーブしましょう。一応セーブ画面開くよ。
一応ね、経験値もらおうかと思ったけど。推理に戻るよ。まだだ。俺は負けてもいないし、犯人でもないし、嘘もついとらん。お前らの方こそ嘘で犯人を使いしやがって。話が平行線だよ。この刑事どれだけ証拠が上がっても罪を認めないつもりだよ。罪を認めない刑事には逆転の発想で対抗するしかない。ということは、逆に真犯人は刑事ではないよって言うってこと？もうだって誰がどう見ても刑事が犯人だよね、これの事件の。いや、そういうことだと思うわ。真犯人は刑事ではない。よし。犯人ではない？違うの？今までの推理から真犯人はこの刑事しかいないよ。ブラックドクターまで、なんか慌て出したね。無敗の刑事。このままでは負けてしまう。なんだと？その蛇探偵に勝つには、罪を認めるしかないんですよ。罪だと？何を言っている？刑事が罪を認めなければ、刑事が犯人ではないという蛇探偵の推理が、勝利してしまうんですよ。罪を認めるか、蛇ごときに負けるか。ちょっと、あの刑事さんどうしちゃったの？残念だったな、蛇探偵よ。お前の推理、大外れだ。大外れ？ってことはまさか。そう、真犯人は他でもないこの俺なのだからな。いやー、認めましたね。本当に認めちゃったよ。ミミズに超電磁ドリルを売店から奪わせ殺し合いを誘発させたのも、父の子情報で蛇殺害を誘発させたのも、すべてはこの俺の仕業だ。その程度のことも推理できないなどと、蛇とは所詮下等生物よ。ろくでもない犯行を得意げにペラペラと。おっと、俺は殺しちゃいないぜ。実際殺したのは金に目がくらんだハンターやムカデどもだ。俺はツチノコ情報やドリル情報で誘導したに過ぎんからな。自分で殺したも同然でしょ。悪いのは全部あんたよ。バカ言うな。すべては誘導されるバカが悪いんだよ。うちのおかみさんは、なんで殺されなきゃいけなかったのよ。旅館のおかみが死ねば、すべての罪を着せ自殺させて終わりにできる。都合がいい女がいたものだぜ。ちょっと、この従業員さん、包丁を。ちょっと、ん？この旅館は、二人の守り神によって支えられていたの。一人目の守り神は、多額の援助をしてくれた救世主 X よ。その救世主 X も、結局ただの金の亡者だったけどね。そして、二人目の守り神は、無敗の刑事。いつも旅館の事件を解決してくれた守り神。何が逆転の発想よ！あんたの存在自体が、守り神から死神に大逆転だわ！何をする気だ！救世主 X と無敗の刑事によって、もう旅館は壊滅よ！おかみさんの主婦も、旅館も、何もかも！あんただけは許さない！包丁だよ！刑事を刺すつもりなんだよ！まで、主犯人は俺じゃ！殺してやる！こうなったら！あれは超電磁ドリル！人間には装備できないはずだよ！装備してるのはあくまでミミズ！刑事がそのミミズ自体を装備してるんだよ！あ、これ見たよ！やっぱできるんじゃん！包丁と超電磁ドリルの直接対決！こんなの結果は見えてるよ！近寄るなら！
やっぱりこの刑事こそ黒幕の凶悪犯だったんだよ。ちょっと喉がガラガラになってきた。バカ言うな。今のは正当防衛だ。先手必勝。この無敗の刑事に敗北などない。こんなの反則負けだよ。推理での勝負を放棄した末路だよ。俺は負けてなの。おい助手、なんとかしろ。このまま蛇に負けるなぞ絶対あってはならん。蛇に絶対負けない方法がありますよ。本当か。勝ち逃げするんですよ。無敗のままこの世から勝ち逃げしてしまえば、蛇に負けることは永久にありません。この世から勝ち逃げ、そうか、そんな逆転の発想があったか。ああ、刑事さんが。あらまあ、うかか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 。今度は刑事さんの方がドリルで自殺しちゃったよ。最後まで逆転の発想を貫き通しつつ、自分の体ごと貫き通す高度な殉職シーンだよ。まだ生きてるじゃん。おい、ヘビ。この刑事、死に際に何か言おうとしてるよ、ピロリン。ヘビ、探偵よ。これで、勝ったと、思ってんだろう。だが、逆なのだよ。この俺が、死ぬことで、お前は、俺に勝つことが永久にできなくなったのだ。まだ勝ち負けの話をしてるよ。もうどうでもいいことだよ。おい、何蛇ごときが見下してやがる。見下してるんじゃなくて目線の位置が逆転しただけだよ。あんたは負けたのよ。それを数字が証明してるわ。数字などもうどうでもいい。俺が敗北を認めない限り、敗北など誰がどう見てもお前のまん。あらま、助手がとどめを刺しちゃったよ。敗北を知る前にとどめを刺してやるのが無敗の刑事の助手として最後の務めなんですよ。あらま、ついに刑事を倒したところであなたのターンです。ということで、じゃあちょっともう喉もガラガラなので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。まさか、いや従業員さんも死んじゃったし、刑事も自害したし、とどめ刺しちゃったし、ブラックドクターが。いや、一気に死んだね。ちょっとこれは、なかなか衝撃的だな。ていうか、だいぶ前に推理してたさ、蛇の尻尾に装着して、その蛇を装備して、人間が武器として使うっていうことが、やっぱりできたんだね。それができたって分かっただけで、ちょっと真相にも近づいた気がしますね。では、じゃあ、今日はこれで終わります。また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。